ラトビア出身の指揮者。ラトビア共和国の主トが生まれ、音楽家の両親のもとに育ち、ピアノ、トランペット、歌唱を学ぶ。ラトビア国立歌劇場管弦楽団の首席トランペット奏者に就任。アレクサンドル・キトフ、ネーメイ・アルビ、ヨルマ・パヌラ、マリス・ヤンソンスより指揮を学ぶ。2003年から2007年の間、ラトビア国立歌劇場の首席指揮者に就任。 2006年から2009年の間、北西ドイツフィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者に就任。2008年よりバーミンガム市交響楽団、2014年よりボストン交響楽団の音楽監督、ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団、チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団、バイエルン放送交響楽団、ベルリン国立歌劇場管弦楽団、フランス国立管弦楽団、 ピッツバーグ交響楽団、ケルンダ・ブルー・ディアール交響楽団、オスル・フィル・ハーモニー管弦楽団、フィル・ハーモニア管弦楽団、ウィーン交響楽団、シュターツ・カペレ・ドレスデン、ライプチヒゲバント・ハウス管弦楽団、ロンドン交響楽団、ベルリン・フィル・ハーモニー管弦楽団などへ客演。オペラ上演では、2008年6月、ウィーン国立歌劇場にて、チャイコフスキー、スペードの女王を指揮する。 その後、同歌劇場にて、プッチーに、蝶々夫人、トスカ、ビゼー、カルメンを指揮する。ロイヤルオペラハウスにて、プッチーに、ラボエームを指揮する。2009年10月、メトロポリタン歌劇場において、プッチーに、トゥーランドットを指揮する。バーミンガム思考響楽団と共に、2009年夏に、BBC プロムス、2010年夏に、ルチェル音楽祭へ出演。 2009年8月にはカメラータザルツブルクと共にザルツブルク音楽祭へ出演。2010年夏、バイロイト音楽祭においてワーグナーのローエングリンを指揮する。10月、ベルリンフィルハーモニーの定期演奏会に客演。2010年11月、療養中の小沢誠二の代役としてウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏会及び日本公演の指揮者を務めた。 2011年春、東京、春、音楽祭東京のオペラの森において、NHK 交響楽団を指揮して、ワーグナーのローエングリンを演奏会形式にて上演する予定であったが、東日本大震災の影響で中止となった。2011年に、ラトビア出身のソプラノ歌手、クリスティーネ・オボライスと結婚し、カズメがいるが、2018年3月に離婚を、 発表している。2011年3月に、ジェームズ・レバインの代役として、ボストン交響楽団のカーネキーホールでの演奏会で、客演し、その後2012年、2013年にも、客演。2014年からは、同楽団の音楽監督に就任し、2022年まで、務めることとなっている。2017年から、ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団の学長に就任。 2020年のウィーンフィルニューイヤーコンサートで指揮を務めた。ありがとうございます。